今日は私が最初メッセージをさせていただきます。コリント、ごめんなさいね、さっきのガラケーよりちょっと前です。第一コリント。一章の22節。第一コリント一章の22節。聖書を持ってきているので、2017でちょっと読んでもらっていいですか。それ2017っていう聖書なんですけど、1章の21。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることができる。コリント第1、いいと思います。多分いいと思います。全然違うんだってびっくりしましたよね。反省が読んでる。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。相当違いますね。相当違うんだ。私、21節ではこのちょっと古い聖書で読みますと、事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ彼は神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。みんなうんうんと言ってますけど、新しいのはなんかまた全然違うんだなということを知りました。本屋さん2017の聖書を持ってきてましたけど、買いません。買わなくて、あ、やっぱり買えばよかったなと思いましたけれど、この聖戦も50年目に入りまして、で牧師もこの盛岡聖戦キリスト教会として立ったのも50年目なんですね。でまず今年になって急に牧師が体調が悪くなりましたけど、でその中でまあでも49年間無事に元気でやってたんだなって、まずすごいよなって。実は盛岡で一番古い牧師なんですね。圧倒的に古いんですね。みんなそんなに敬意は払ってくださらないけど、圧倒的に古いですね。ですからまず49年間無事にやれたっていうことは本当に神様の恵みだと思って、だったんだなっていうことを私たちも当たり前と思ってたけど感謝をしています。で50年目ヨベルの年ということで、牧師もすごく張り切ってましたけど、もう初頭からちょっと体調悪くしたりしています。でも私ヨベルの年って考えると、ヨベルって休む年なんですね。祝福の年、濡れてに合わんみたいな年なんですけれど、だからまあ神様はどういう計画かは私にはさっぱり分かりませんけれど、もしかしたら少し休みなさいって、で休もうとしないから無理に休ませてるのかなという気もしますけれど、ちょっと今本人は休んでるんだって苦しんでるんだって言いたいんでしょうけれど、少し休みなさいっていうことを言ってるのかもしれない。その中で新しいまたこれからの展開のために備えていらっしゃるのかもと思います。そしてよしこさんも言ってましたけど、牧師って意外とすっごい仕事してるんですね。この76歳ですけれど、7歳かですけど、すごい仕事をしてて、私とよしこ牧師がいるんですけど、全然落ち着かないというか、もう全然助けにならないぐらい仕事を実はこんな小さい教会ですけど してるんですね。一人一人にやっぱり修法を持ってくったって、みんな席が場所で離れてて、また修法を持ってく牧師なんて今どこにもいませんので、ですのでとてもじゃないけど、で修法をいろんなところに送ったり、みんなに手紙を書いたりとか、もう全然私たちにはできないような、本当に仕事を全部私たちやれって言っても全然できないねって、で前にいろんなところに選挙に出かけてってっていうことをしていて、できないなと、また今までそのことができたことは感謝だな、またこれから神様どのように導くのかなって期待して、また皆さんのお祈りもお願いしたいと思います。で今日は
なんていうの、この宣教の言葉の愚かさを通してっていう言葉に、これは豊君も同じでしたけれど、いうことからお話をさせていただきたいと思うんですけれど、まず私たちのこの人生の目的って神様が与えてくださっていると思うんですけれど、その目的はやっぱりイエス様を知って、イエス様と共に歩むこと、それが本当に神様の最大の私たちをここに送ってくださった目的だと思います。ですので、今ここにいる皆さんは今イエス様を知って、そしてイエス様と共に歩んでいらっしゃいますので、本当にその人生の目的にかなった歩みをしていらっしゃるんではないかなと、そういうふうに思います。で、最近ですね、一つある人の言葉をメールっていうかで送られてきまして、キリスト教は高度な認知的な宗教ですって書いてまあその人すごい勉強家の人なんですけど、高度認知的な宗教でクリスチャンになるのはよほどのことじゃないとなれませんみたいなことが書いてありまして、ああそうなのかという思いましたけど、まあその言葉を考えた時に、まあ 100% ある意味正しいと思います。なぜかというと、神様がこれはもちろん全能の神様が導いておられる、宗教という言い方は私はしたくないんですけど、まあ導きなので神様の教えなので、もちろん高度すぎて全くわからないっていうね、聖書読んでも全くわからないところいっぱいありますよね。全くわからないところがあって、そんな神様 の何かを知ろうとしたって、ここにも書いてますよね、この世が自分の知恵によって神を知ることがないって言い切ってます。 そんなことなので 100% ある意味当たっています。でも 100% それはまた同時に間違っていると思います。神様は何も私たちにそんな高度な知識を、知恵とか知識をつけてほしいとは一切思っていらっしゃらないっていうんでしょうかね。最も単純にイエス様を、イエス様って究極言えばイエス様って言ってほしいっていうね、それだけを求めていらっしゃるのに、いらっしゃるから、この高度に知的な宗教に成り下がりたくないっていうんでしょうかね。そんな風に思ってほしくはないっていうか、本当に単純なイエス様のと共に、イエス様って叫びなさいって、主の皆を呼ぶ者は誰でも救われるですので、このイエス様って叫んでくださいっていうことで、私たちに一切高度な知識、まあ特別ね、そういうことのために研究するように神様に導かれて、もちろん聖書を研究したりする人はいますけれど、本当に私たちはそんな難しいことを知る必要はなくて、ただイエス様と共に歩むっていうことが大切であってな、だというふうに私は思わされて、皆さんもその中を歩んでいるんではないかなというふうに思います。で、ここで私が一番すごい心を打たれた言葉は、宣教の言葉の愚かさを通してっていう言葉なんですね。難しい言葉ですよね、意外とね。でもね、宣教の言葉の愚かさを通してっていうところで、で通して信じる者を救おうというふうに書いてますけど、私は宣教を作るとき聖書しか開かないんですけど、今回はちょっとこの言葉が難しくて、珍しくリビングバイブルを読んでみました。そこには愚かで話にならないような神の言葉というふうにこのことは言ってました。要するにこんなことで救われるのかなっていうような神様の言葉だっていうふうに訳されていて、ナーマン大将っていう人がシリアにいまして、神様、エリシャのところですね、にどうやれば癒されますかって言った時に、ヨルダン川に七度水に浸りなさいと言って、そんなバカバカしいことできるかっていうふうに言って、そんな簡単なことで治るのかって言った時に、
家来があなたはあのもっと難しいことだって頑張ってやるでしょっていう、だからあのやってみなさいってやってみたらいかがですかって言って癒されましたけど、とそれ以上に簡単な本当に救われるには、私たちはイエス様の十字架を信じればいいっていう、ただその簡単さっていうんでしょうかね、その簡単さを通し、通して神様は救われるっていう、これを愚かで話にならないような神の言葉っていうふうにあのリビングバイブルでは書いていて、ああそうなのかっていうふうに、本当に私たちはこの単純なところにあの立たなきゃいけないっていうことを思わされたんですけど、もう一つ私はこの言葉 を見て感じたことは、宣教の言葉の愚かさっていうので、ああなんか私たちはなんかうまくかっこよくあのスマートにあのクリスチャン生活を送ったり、あのかっこよくっていうんでしょうかね、見栄えよくっていうか、うまくイエス様を伝えようとしたり、あのそういうふうにしたいっていうところがなんとなくあの大々的にとか、うま、あのなんていうんでしょうかね、言葉滑らかに説得したいとか、そういうふうな気持ちがあと少しはそれぞれあるんじゃないかなと思います。でもそうじゃないんだなって、あの本当にイエス様のことをうまく伝えようと思っても全然うまく伝えられなかったりし、自分が本当に情けないような状態でそんなあの大失敗して、逆にあのイエス様の足を引っ張ってんじゃないかとかいうあの思うことも私も多々あります。そういうなんていうんでしょうかね、弱さとか本当にこうもどかしさ、また自分が本当にそれにふさわしくないとか、あのまたイエス逆のことをしてしまった、そういうその愚かさを通しても神様は確かに働いてくださってるから、あのそのそれを別に本当にこの隠す必要はなくて、そのままで神様のことを一生懸命伝えようというその思いさえあれば、となさあの神様のことは神様が働いてくださるということを、この宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうというふうな言葉を通してと考えさせられます、あの思わされました。ですので本当に、なんていうんですか、その方もあの本当にクリスチャンはなんていうか、もう歯がゆいというふうにもっとうまくあの宣教すればいいのにって、もっといろんなあのかっこよくっていうんでしょうかね、あの切るものは切って、また次ダメだったら次の展開っていうんでしょうかね、そういうふうにすればあのいいのになっていつも思ってますみたいなことをおっしゃってましたけど、それももちろんその意見ももちろん配置をして、ここは直した方がいいなっていうことも大切ですけれど、それ以上に本当にこのどうしようもない下手くそっていうか愚かであったり、また失敗したり、またうまく伝えられなかったり、足を引っ張ったり、そういう中において神様が確かに働いてくださってる、だから失敗は別にあの感謝する、やっぱり感謝するべきなんですね。そしてその中で神様が働いてくださることを信じながらとイエス様と歩み続ける、最初にと言いましたけど、私たちの歩む、まあ、人生の目的はイエス様を知ってイエス様と共に歩むことだと思います。で、知識を深めるっていうのも何て言うんでしょうかね、例えば私聖書ではイエス様と私たちの関係をこの花嫁と花婿にと例えられてますけれど、花婿のことを知るっていうことは、何も花婿の学歴を知ったり年収を知ったり、また身長が何センチで体重が何キロで数値がどうでとか、あとその人の歴史を知るっていうことが本当の知識ではない、結婚すれば分かるでしょうけれど、そんなことはすぐに吹っ飛ぶことでして、そういうことが本当の知識ではなくて、その結婚相手のであるイエス様ですけど、が何を今願っているのか、何を悲しんでいるのかとか、何を私たちにさせようとしているのか、どういうふうにしていきたいのかとか、そういうことを知るのが本当の知識でして、そういう知識でしたら皆さんぜひ求めていって、いただきたく、私もそういうことを求めていきたいと思いますけど、ですので
本当にイエス様と共に歩んで、イエス様が私たちをどのように導いて何をしたいのか、また私たちにをどう思っているのか、何をさせようとしているのか、どういうご計画を持っているのかということを求めながらイエス様と歩む。その中でこの本当に私たちが大失敗をしたとしても、また足を引っ張っていたとしても、それは神様がそのことを通して確かに私たちを導き、救いをの技を、家族を、またいろんな方々を救ってくださると信じて歩んでいきたいと思います。ではお祈りします。愛する天の父様、感謝いたします。本当に宣教の言葉の愚かさを通してあなたは救いを成し遂げられると感謝いうので感謝いたします。私たちは本当にカッコつけたり、またいろんな知識を本当に必要だと思いますが、そうではなくて本当にイエス様と共に歩むことを求めて日々歩むことができますように力を与えてくださり、その時その時にあなたが必要な道を備えてくださいますようにお願いします。また本当に私たちの愛する家族を、また親族を、といろんな関係者の方々をあなたの救いに導いてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。言葉に甘えてちょっと座らせてもらいます。いよ、一言のうちの天のお父様、感謝します。6月第3聖日をありがとうございます。どうぞ短い時ですが助けてください。あと今の浦部伝道師の十字架の愚かさを通して救うことを神は良しとされたとメッセージをありがとうございます。残るところを助けてください。イエス様、何をと言いますか。アーメン。私、昨晩ね、失点バットの苦しみしたんですよ。ものすごい痛みが走ってね。私、持ちます。あ、すみません。そしてね、実はバンキーって私の水玉ね、コップの水玉。水玉でね、あちこちね、足から、ふくらはぎから、腰から、この懐から肩に入れたりしてね、バンキやってね、そうすると少し痛みが和らいで、うん、話の続きはその後の、朝私たちにね、ご飯食べたの、聖書を読んだ、聖書に行くか。マタイの4章と旧約聖書の要求を一緒読んだ。そしておかゆとね、あとはね、シチューか、昨日夜よしこ伝道師が作ってくれたシチューでしょ、スイカ、一江さんの旦那さんがもらってきたスイカとかね、それからリンゴの切れ端、それからキウイの切れ端ね、そういうのを食べたの、それで朝のね薬確かに飲んだんですよ。それは道江さんがね9時半ごろ来てね、私の薬の箱を見たの。お父さん薬飲んでないじゃないのとこう言うんですよ。昨日のこの薬昼夜飲んでないじゃないのって言うの。ええー、と思ってね、まさかと思ってね。だけどね、確かに残ってるんです、その薬は。何かというとね、痛み止めなんですね。森さんのお母さんのね、諏訪部姉妹が、痛みなんかにね、痛みなんか必要全然ないよと、痛みの方がいくらでもあるからね、それでなるよと言ってね、
私も点滴して、お医者さんの点滴の時にね、彼女に電話が来たからね、お医者さんに行ったの。それでお医者さん痛み止め出してくれた、うん、それで確かにね、嘘のようにね、痛みが去っていった。それであるね、さっさっさっさ歩けるようになった、うん、だけど昨日の場合はね、昨日の夜の場合またその痛みがね、ぶり返してきてね、で朝よく見るとね、その痛み止め飲んでなかったらしいんですね。昨日はね、山中屋の肉をね、あの冷麺をよしことね、昼食べた。冷麺なら食べる。私ずっと今までね、食欲が全然なかったの。もう見るのも嫌いだった、食べ物って。水ばっかり飲んでた。これ死んじゃうからね、断食みたいで、うん、山中屋行ったんですよ。そして冷麺、そしてね、冷麺のおつゆが美味しいんですよね。それからね、メロンジュース、うん、それからね、何だったかな、うん、アイスの、変わったアイスとかね、そんなの食べて帰ってきて、うん、まあ、そういう一日を過ごしたんですけどね、この1週間ね、あの医大のね、総合診察室行ってね、もうものすごいところからね、手から足から頭からね、腿から血を取ったりしてね、検査したんだけどね、見つかんないんですよ。私のこの、なんて今傷んでる足の苦しが腫れたり、手の甲が傷んでるっていうような、そのそういうものの原因がね、どこにも見つかんない、まあ、そういう中で今日もこうしてね、あの皆さんの前で立つことが許されてね、本当に感謝をしております。だからね、言いたいことはね、道枝さんに言われちゃったようにね、痛みでも飲まなかったってこと、と思って、まさか朝も飲んだんですけどね、今も昼も薬持ってるんですけどね、そんなことで、ただ一度の薬なんだけどね、痛み止めっていう、そうは一番この提案なんですけど、それはね、あの水沼循環菌でもくれたし、医大でもくれたしね、少し違うんだろうけどね、いずれものすごいたくさん飲んでる。私のね、メッセージはね、40分で終わるんです。